く吸われた。アリサちゃん、どうしたの？ずいぶん疲れてるみたいだけど。ああ、お疲れ様です、マリナさん。特に疲れてるってわけじゃないんですけどね。なんとなくここでゆっくりしたいなって気分で。そうだったんだ。ゆっくりしていってね。はい。マリナさんたちも休憩ですか？うん。たまにはカフェでゆっくりしようかって話になってね。そうなんですね。あ、キャンディー食べますか？この前ランちゃんとひまりちゃんと、あとリサさん、リミと一緒にキャンディーショップに行った時のなんですけど。あ、ありがとう。それにしてもランちゃんたちとキャンディーショップか。珍しい組み合わせだね。まあこの5人で買い物するにあたって色々あったんですけど、リサさんとはなんだかんだで話す機会あったからそこまで緊張しなかったんですけど、ランちゃんとひまりちゃんはあんまり話したことないから、ぶっちゃけあの2人と会話するためにファミレスで練習したぐらいで。って笑うな、マリナさんまで。ごめんごめん。会話するために練習なんて真面目だなと思って。とにかくその練習のおかげなのかはわからないけど、5人で買い物したんです。そういやファミレスで練習してる時にポピバのみんなとはどうやって仲良くなったかって話にもなったな。よく覚えてねえけど、いろいろ言葉にし合ってぶつかり合って、そうしてるうちに心が自然と開いてみんなを受け入れてたのかなって。まあ私はあんまり人付き合い得意じゃないし、いきなり心開くのは難しいんですけどね。うんうん、アリサちゃんは人見知りっぽいところあるよね。あと猫をかぶってるっていうのもあるかな。猫なんかかぶってますね。そういうアリサちゃん可愛いと思うよ。君もそう思うでしょ？何全力でうなずいてるんだよ。そういうストレートなやつやめろよ。恥ずかしいじゃないですか。あ、また猫かぶった。やっぱりそれもアリサちゃんの魅力の一つだよ。それでこそアリサちゃんって感じするし。もうやめてくださいよマリナさん。ごめんごめん。でももっといろんな人と仲良くなってみんなにもその魅力知ってもらいたいな。だからお前は全力でうなずくな。